木田選手、よろしくお願いいたします。まずは寒い中、僕らのホーム最終戦セレモニーに残っていただきありがとうございます。僕らのシーズン初めはコロナの集団感染からスタートしました。思うような準備ができない中でも僕らは誓い合いました。言い訳や逃げ道を探せばいくらでもある状況にはなったけど、絶対逃げないで必ずチャンピオンになろうと誓い合いました。そしてシーズンが始まって僕らは勝ち続けて、シーズンの途中では悔しいことも苦しいこともありました。ただその中でも僕らは信じ合って支え合って、周りが何を言おうと助け合って信じ貫き通して進んできました。そして今タイトルへの挑戦権を得ました。僕らは間違いなくチャレンジャーです。日々の後ろにいるチームメイトや監督コーチをはじめとするチームスタッフの方々の日々の頑張り献身を一番近くで毎日毎日見てきた身としては、絶対に彼らと取り切りたいし、絶対に僕らなら取れると信じています。そしてサポーターの皆さんはホームアウェイに関わらず本当にたくさん足を運んでいただき、素晴らしいサポートをしていただきました。僕らの気持ちとしては本当に応援してもらったとか、もうそんなレベルではなくて、シーズンの中では悔しい苦しい思いをさせてしまったこともあったかもしれないけど、皆さんの姿勢は僕らに十分伝わっていたし、どんな時も一緒に戦ってくれている、そんな感覚でした。だから最後みんなでタイトルを取り切ることで、皆さんを正真正銘の日本一にしたいと思ってます。あと1試合タイトルをかけて戦えます。本当に魂こもった試合にしたいし、ここまで全員で頑張ってきて信じてきて、最後恐れるものは何もないと思っています。だから最後1試合皆さんの力を貸してほしいし、僕らも最高の準備を1週間していきます。マリノスファミリーのみんなが力を合わせればどんなパワーが生まれるか、それは僕らが一番分かっているはずです。だからあえて言うけど、本当に力を貸してほしいし、最後まで一緒に戦ってほしいです。そしてみんなで最後魂こもった試合をして、必ずタイトルを取りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。今シーズン横浜 F マリノスを応援してくださって皆様、本当にありがとうございます。最終戦、そして来シーズン2023年シーズンも横浜 F マリノスへの熱い応援をよろしくお願いいたします。